グローバルボーイズグループ、イニ、INI の松田仁が、21日発売の、Vivi、2月号に登場。自身も出演する TBS 系ドラマ、君の花になる、毎週火曜夜10時、初のボーイズグループ8ルームについて語る。松田仁、シャープ圧倒的美人、なカット連発毎回発表されるや否や、テレビや海外のニュースでも話題になるなど、スカイを追うごとに注目を集めている、シャープビビ国宝級イケメンランキング。今号では、国宝級イケメンランキング2022年下半期を発表。先日発表したランキングのネクスト部門3位の松田、5位の宮瀬隆美、それぞれの撮り下ろし写真と撮影裏話を、発売に先駆けコースする。松田は、急遽決まった撮影にもかかわらず、大好きな甘いもの抜いて、3、4日でハーフマラソン分くらいは走ってきました。本当はもっと準備したかったんですけどね、と爽やかな笑顔で、さらっとすごいことを言って本誌スタッフを驚かせた、やはりこの人は努力の人なんだ、と、改めて松田のプロ意識に感銘を受け、撮影がスタート。儚くも美しいご尊顔をテーマに刊行した撮影では、自然光の木漏れ日を巧みに利用し、シャープ圧倒的美人なカットを連発した。松田仁、8ルームについて語る。インタビューでは、初のドラマ、君の花になる。出演についてや、同じくネクスト部門にランクインしている宮代が所属する8ルームについても、僕もめちゃくちゃ、カムアゲイン、聞いているんですよと明かしている。帰り際には、楽しかったです。毎月、Vivi さんの撮影したいです。わら、とはにかんで、愛嬌たっぷりに去っていく松田。自然と周囲の人を明るくする性格とそのホスピタリティを垣間見て、ビジュアルやスキルだけではなく中身までもが、国宝級イケメンであることを証明する取材となった。バル、今号の国宝級イケメンランキング特集では、ランクインした人のインタビューと撮り下ろしのほか、君の花になる、プロデューサーや、東京リベンジャーズ、プロデューサー、本誌エディターらによるイケメン対談、国宝級イケメンシンポジウム、や、K-POP アイドルの色気についてフォーカスした色系百科、など、下半期に私たちの心を潤したイケメンたちを様々な切り口で特集している。